ゴールキーパーは辻、最終ラインは左から山口、小川、森下、三原、中盤矢田と森脇の2ボランチ、そして左から茂木、佐々木、匠、曽根田、ワントップに深堀を予想しています。 4-2-3-1 です。ゴールキーパーは田川、最終ラインは安光、今瀬、大畑、八木下、中盤にはアルトゥール・シルバ、そして脇本の2ボランチを予想しています。左のワイドに吉平、そしてトップ下の位置に佐々木洋二、右のワイドに椎名信之、ワントップに背番号9、大野洋平を予想しています。山口、自ら持っていく正面、佐々木がいるが、その佐々木ボールがやや短くなった、佐々木がキープして右にはたく、ここに曽根田、曽根田が滑りながらのシュートではありましたが、安光中央に入れようというところ、今度は左足切り返して右足でふわりと入れる、ファーサイドヘディング、浮いたボールは押し込んだ、先制点はカターレ富山、最後に押し込んだのは9番の先発起用、大野洋平です。アルトゥールシルバが中央にいますが、大外から来た安光、そして中央ボックスの中切り返して右足で切り返してヘディング、これも決まりました。反応したのはやはり大野洋平、右足アウトサイドでのこのクロス、山口がカバーに入っていましたが、大野がこの低い位置からのヘディング、今日2ゴール目を挙げました。1列に並んで今度は右足モテギできました、中央を狙ってヘディング、叩きつけたボールはこれも枠を捉えられない、最前線の9番大野に速いボール渡りました。さあそして大外呼んでいます、20番吉平、ただその前にボックスの中左足でシュート、クリアしきれない、最後は30番アルトゥールシルバのシュートはゴールキーパー辻の正面でした。左へはたいて山口、体を当てながら仕掛けていく山口、ブランダーでちょこんと中に入れる、ここから曽根田、矢田中央に流して右足のシュートだー、これが次刺さった、決めたのは代わって入った引田雄斗、今シーズン初ゴールがこの後半開始早々交代起用に応えました。 J 初出場そして初ゴールがこの愛媛ニンジニアスタジアムのこの引田雄斗、今シーズン初ゴール、山口仕掛けていくか、ただここはしっかりとボランチのアルトゥールシルバ引っ掛けました、ただもう一度山口戻って左足シュート性のボール押し込んだ、愛媛が同点に追いついた、決めたのは11番深堀俊平、今シーズン初ゴールで愛媛が追いつきました。ここで起用に応えてみせました深堀、松田力不在の中しっかりとその代役を果たした深堀、リプレーです。ここまで運んで右へはたくか、22番の椎名、そこに収まる山口とのマッチアップ、大外から19番に八木下がいますが、左足でクロスを入れてくるヘディング、ここは辻が抑えた、出来のスローイン、佐々木匠抜け出そうというシーンでしたが、さあペナルティーエリアの中でここでファール、ここで愛媛に PK が与えられます。打ち抜いてみせた背番号11深堀俊平、松田力の穴埋めとは言わせない、今日2ゴールで愛媛逆転、この PK をしっかりと決め切ってみせました。どうしていくかというところではありますが、さあ前を向いた深堀、大外に曽根田、自ら狙っていくか、
流して深堀のシュートだ。ストライカー覚醒、深堀今日3点目。この大事な首位攻防戦でハットトリック。ホーム愛媛が首位に大きく前進する。今日4点目。そういうシーンですが、左足中央狙ってくるヘディングシュート、辻が書き出した。キーパーナイスセーブを見せました、辻修吾。松岡のこのコーナーキック、高く飛んだこのヘディング、右手一本かき出して見せました。さあ松岡切り返して右足クロスを上げる、辻ヘディングで押し込んだ。さあここで1点返しました富山。これが首位の底力。ただボールはラインを割っています、富山ボール。そしてここでホーム愛媛が首位浮上の長い3つの笛。これはフロックではない、松田力、ベンダンカン、ストライカーを欠く愛媛が深堀俊平、新たな刀を携えてついに J3 首位浮上です。